今回ですね、燃料電池車に初めて乗りまして、ちょっとね思うことがあります。まあ燃料電池車はねシリーズハイブリッドとすごい似てるっていう話をしました。まあ、シリーズハイブリッド e パワーとかまあ MMD もそのベースですけれども、まあ、エンジンを発電機として使って、まあ、発電してバッテリー駆動ですね。燃料電池車はエンジンの代わりに燃料電池を使って発電するというところで非常に似ていると。実際トヨタのですね昔の資料を見ると、まあ、燃料電池ハイブリッドっていう言い方をしてますね。燃料電池ハイブリッド、まあおそらくねそう言わなくなってただの燃料電池車っていう風にね言うようになったのは、まあ、ハイブリッドが非常に普及してきて、まあ、それとの混同を避けるためかなというふうに思うんですけれども、まあ、燃料電池車もねハイブリッドといって間違いじゃないかなというふうに思います。で今回ねすごい思ったのが、まあ、燃料電池ですね、反応を急に止めたりっていうのはできないで、ちょっとねレビューでは映像としてね載せられなかったんですけれども、パワースイッチをね切ってもしばらく燃料電池は動きし続けてるんですね。でそれはまあ表示が出てくるんですけれども、まあ、1分ぐらいですかね、燃料電池ってなかなか止まらないわけです。でまあそれっていうのは要は反応の応答性があまり良くないというところで、まあ、強い加速するときとかいうのも、まあ、反応が徐々に上がっていくって感じで、いきなりこう急加速とかっていうのは、まあ、燃料電池だけだとできない、まあ、バッテリー駆動の要素が強い、まあ、実際バッテリーの、ね、増え方とか減り方っていうのは結構ありましたし、まあ、その辺かなりバッテリーに依存した形になっているということで、まあ、バッテリーの性能にかなりその車の性能が依存してるなというところなんですよね。あとその、まあ、燃料電池で常にね多少発電していると、まあ、シリーズハイブリッド、まあ、エンジンだったら止めるってことができる。エンジン止めてたら発電量はゼロになりますけれども、燃料電池だと、まあ、常に多少は発電しているっていうところで、まあ、バッテリーのですね燃料電池による回生とか、まあ、燃料電池で発電する電力の受けがある程度常にある状態で、まあ回生ブレーキでモーターの発電によって回生する電流っていうのは、まあ、その燃料電池からの電流分、まあ、制限されると。要はね普通のハイブリッド車だったら結構ブレーキ踏んでも回生ブレーキだけで減速できるのが、燃料電池車の場合は、まあ、燃料電池からの発電にある程度こう明け渡してるんで、回生ブレーキでの発電っていうのの制限が結構かかる。それをね今回すごい強く感じたんですよね。なんでブレーキあんまり踏んでなくてももうねパワーインジケーターがチャージ側で振り切れちゃうっていうことですね。でこれがね、まあその根本的なところ、効率っていうところで、ちょっとね良くないなっていうふうに思うわけですね。でもこれはまあバッテリーの容量を上げればいいんですけれども、まあでもやっぱり燃料電池って、まあ、バッテリーと合わせてね、まあ、ハイブリッドとしてはまあいいんだけど、単体ではまあ、あんまり使えないというか、もうちょっとね燃料電池単体で、使えるものもあると思うんですね。こう出力応答が穏やかなもので、車みたいに加速減速とか激しくないものですね。だったら燃料電池って、まあ、バッテリーと組み合わせなくても使えると思いますし、なんていうかな、その辺が、まあ、わざわざ車で燃料電池を使うメリットっていうのがね、なんか、そうですね、あまり感じないっていうか、なんか車と燃料電池自体はね、全然合ってないなっていうふうに正直思いますね。まあ、なので、バッテリーと組み合わせて、まあ、ハイブリッド車としてね、は、まあ、機能するというところで、でもその回生ブレーキの制限が結構かかる。まあ、燃料電池で発電している分、ブレーキによる回生はね、弱めないといけないっていうところで、まあ、これはね、ちょっと課題かなというふうに思いました。はい、ということで、今回はクラリティフューセルの走行レビューと燃料電池車について思うことを話してきました。ご視聴ありがとうございました。